覚を取った。このわしも老いたものだ。手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの日の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖釣りに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命を落としてお守りするのじゃ。父上。
れか。わしは恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止めどの、止めどの。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが、伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。そなた、若様のこの先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。お嬢殿、何よ。さてな、今度はわしに来るぞ、せがれ殿。Thank you.
そなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼は我が血と共に生きてくれ。クロウ様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の羽笛じゃ、こたびはそなたが、音を頼りに、きっと参れ。皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、葦名存亡の戦。一心様、そして葦名の民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそ葦名、不当の葦名衆よ。おう、葦名のために。この城の侍じゃないみたいだな。忍び、それもかなりの手だれと見た。おうやっぱりか。だったらよ、この辺りの侍どもを黙らせちゃくれねえかい。ちと下手こいちまってな、しつこく追われて参ってるんだ。まったく、葦名の真面目侍どもめ、俺なんか追っかけてる場合じゃないだろうによ。ああ、もちろん礼はするぜ。俺の食いぶちは情報なんだ。この辺りの侍たちを黙らせてくれたら、いいネタを旦那に教えようじゃないか。Thank you.
んな相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな旦那、縁があればまた会おうぜ。
エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか？はい、飲んだ者は生中には死なぬ、いえ、死ねぬようになります。そして落ち水もまた。その源は流因にあるというのだな。はい、エマ殿、私には流因が尊いものだととても思えぬ。我が血と共に生きてくれ。